キング・ジョーダン・アービング・キング・ジョーダンは、1988年3月13日に、選出された、ギャローデッド大学の8代目学長である。ギャローデッド大学卒業で、ギャローデッド大学初めての聴覚障害者の学長、中途失調者である。1988年3月6日、大学理事会が7代目学長として、老教育分野で経験が浅く。 そして手話ができない聴者の女性を選出した。その時、デフプレジデントナウという大規模な学生の反対運動が起こった。一週間にわたる学生運動の結果として、彼は八代目学長に選出された。なお彼は講話が非常にうまく、また公式行事では同時法を用いている。学長就任演説で、デフピープルキャンデュエニシングエクセプトヒア。 という有名な言葉を引用し、それ以来、老舎のロールモデルとして、世界中の老舎社会の注目を集めていた。21歳の時、オートバイ事故により、聴力を失った後、ギャローデット大学に入学し、心理学を専攻した。テネシー大学大学院で、心理学の学位を取得している。博士号を取得した後、ギャローデット大学に勤務。 学長に選出されるまで分理学部長だった。2005年秋に2006年12月末に学長を辞職すると発表したが、2006年5月に決定された次期学長の全系フェルナンデスの任命をめぐって抗議運動を力をもって抑えたことが批判された。現在、ギャローデット大学名誉学長、老を生きる難聴を生きる2007年12月28日、放送文。 ありがとうございます。